翻せば雲となり、手を覆せば雨となる。我は巧みに策を弄してきたゆえ、生きてあの小さな邸宅に戻るつもりは毛頭なかった。まさか九死に一生を得た後、幸運にもそなたに出会えることとなるとは思いもしませんでした。起きた時、恩師様の姿が見えなかったため、お迎えに上がろうと思ったのですが、まさか先にお帰りになられていたとは。どうしたのです？せっかくこのような場所に来たのですから、我に近づく機会を逃さないでください。歴史とともに灰になるといい。これは気持ちが良いですね。おや、何を考えておられるのですか？横島なことでしょうか？どうして顔を赤くしていらっしゃるのですか？休ませてください。恩師様、後で起こしてください。さすがにもう耐えられません。我には休む暇などない。そなたが望むなら、虎の巣へも竜の淵へも恐れず向かいましょう。すまない、結局は期待に背いてしまった。そう驚かないでください。早く召し上がってみてください。そなたの好みに合わせて作りました。盛況というのは豪華で派手に見えますが、実に殺意に満ち溢れております。我のこの笑みはすでに収められなくなっております。長く笑い続けたことで、笑わない顔とはどんな顔なのかもわからなくなりました。正々半可、天下太平、これは過分な望みではないはずです。我の運命が激烈な戦いが起き、多くの血が流れるものであるのは決まっている。しかし天地の檻からですら抜け出せることができたら、今後我を捕らえられる難局が訪れることなどあるだろうか。無茶をしておりますが、失念が深いゆえ、これで念願叶うのなら良い最後を迎えられなくても本望です。この天地は果てなく広大ですが、たとえ崩れ落ちたとしても我がおります。ことが済めば我は良い最後を迎えられないが、気がかり一つ残らないだろうと思っていました。しかしそなたと出会った。人という存在は死を恐れ始めると、あれこれ考えて思い切った行動が取れなくなるものです。そなたはどう償ってくださるのですか？一つの約束は千金にも値する。我は軽々しく約束したりしません。いつか天下太平が万古不朽となった時、もし我とそなたが約束を取り交わしたら、我と共に白秋を迎えてくださいますか？ああ、棒の冠に刺繍の肩掛け、八人で担ぐような大きな教師。はい、隣の坊ちゃんの主演を頼まれたのです。どうかしましたか？そなたも欲しいのですか？そなたの結婚式はこれだけでは足りませんよ。何が欲しいのですか？竜林宝雨も継承玉露も何もそなたに与えられません。しかし我自身であるならそなたにあげられましょう。どうでしょう、恩師様は欲しいですか？それとも欲しくないですか？全てを平定できた後、我はあの竹林の中にある小さな邸宅に戻り、友人らを招き茶を入れて、共に
晴れた空にかかる月を眺めたい。我には決して倒れられない理由がございます。勝てば官軍、負ければ俗軍。歴史とは勝者によって書き記されるものです。ありがとうございます。いや、我はただ毒があるかと心配する必要のない食べ物を受け取ったのが久方ぶりだったゆえ。